3の塔から2の塔まで戻ってきたんですけど、ここからは別の道で帰れそうなので、ちょっと新鮮な別の道行きたいと思います。笹の道、草木の道落葉低木林の道って細っ。何の木だろう。わからない。何の木だか。途中でビューポイントが現れました。ちょっとここは尾根になってるんですね。さっきよりもクマが増えちゃったので見えないんですけど、多分あっちが富士山の方向で、こう富士山の沿って上に行く風であの雲ができたのかな。最初は笹の道入ってきた時は尾根コースって感じじゃなかったですけど、尾根コースになってきて、なんか木の感じとか見てると、まあよく見ると違うんだけど、パッと見た感じが梅林とか栗林みたいな感じの、なんか割と山荘に村に近いところの山のような景色だなと歩いてて思いました分かれ道標識来ました。こちらが菩提峠と山本武尊の足跡がある。こちらが二の塔尾根って書いてあるけど、ああ林間、林床まで光が差してて綺麗だね。おっとっと、最初のところ杉林が深くてね、なんか暗い林だったけど、こういう密じゃなくて光が地面まで届いてる方が風景としては綺麗だ。よいしょ、急だね。急になってきましたね。谷に近くなったよ。よいしょ。あの杖役に立ちそうだね。スティック。鳥居の色が渋くてちょっと私は分からなかったけど、さっきの大和武尊足跡の表示の通りありました。日本武尊と書いて大和武尊足跡、森林組合が建てた案内ですね。ここから道が続いてます。大和武尊石の森、ここでなんか奮闘したの。鳥居をくぐってきましたら、こうね、あの神聖な感じでなってますけれども、どういう足跡なのかは案内板プリーズっていう感じですね。その向こうの石が何かなんでしょうけど、なんだろう。よく見るとしめ縄の反対側の岩の並びも随分特徴的に、なんていうんですか、あのステゴサウルスの背中みたいになってますけど、ねえ、
足跡なんだろう。やっぱ木でなんか座棒してるっぽいね。埋めてあるもんね、やたら。あー、開けてる。山、そして町っていう風景。いろんな屋根が光って見えて、山と町が。まあ杉は根が浅いからっていうし、尾根は風当たりが一番強いから。はあ、すごいね。すごいな、いっぱい倒れてるな。バタ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 って、なんか棒倒しゲームのあのミニチュアの、こ、自分のなんだ、ミニチュアの人間になったみたい。まあ足跡は時々あるけど。うわお、またすごいよ。食いがある。道なんだ。測量食いがある。よいしょ。すっごいな。すっごいな。なんかまたすごい すごい急で滑りやすそうなところが。お、ここは、おっとっとっと、ロープがあって、ロープのおかげでなんとか。ロープ素晴らしい。よいしょ。おっとっと、足に絡む。あ、ロープが3本あります。はい、最初に止めた駐車場まで戻ってきました。ちょっと最後違う道を通ったので、帰りも新鮮に降りてこられました。いや、三の塔のね、パノラマすごかったし、二の塔で富士山がちょっと見えたのも嬉しかったです。ここなんかちょっと登ったらパラグライダーの発着所、出発所があるってことなんで、ちょっとっていうのがね、人によって感覚が違うので本当にちょっとかわかんないんですけど、見てみたいので行ってみます。聞かないと撮っていいのか。丹沢のパラグライダー出発地点です。すごく眺めがいいです。でもここにジャンプするのは勇気がいるなと思います。
駐車場から車で降りてきましたら湧き水がありました。ごま屋敷の水だそうです。日本の名水百選に選ばれているんだそうです。冷たい飲んでみます。美味しい。2箇所水が出てるところがあって、こっちの方が道路からは近いです。最後までご覧いただきましてありがとうございます。みーくん探検隊では神奈川県内の公園や散策路などを歩いて楽しんでいます。チャンネル登録をお願いします。また見てくださいね。バイバイ。